平野翔アンダーラインインスタグラムストーリー。高木ブートの感動のウクレレセッション裏話。19時間で600万再生平野翔くんの m v 本がファンの情熱で爆発的ヒット。日本のエンターテイメント業界には多くの魅力的な人物がいますが、その中でも特に注目されているのが平野翔くんです。彼の独特な魅力と才能はファンの心をつかんで話しません。 彼が発信する一つ一つのメッセージや行動は、ファンとの絆をより一層深めるものとなっています。この記事では、翔くんの最近の活動やファンとの交流を通じて、彼がどのようにしてファンと深い絆を築いているのかを探ってみましょう。最近、翔くんがインスタグラムストーリーでファンに向けたメッセージを投稿しました。このメッセージは、彼の最新のミュージックビデオ、MV ボンの視聴を呼びかけるものでした。 彼の呼びかけに応じて多くのファンがボンを主張し彼に感謝の気持ちを伝えるコメントを残しています。このストーリーで注目すべきポイントは翔くんが高木ブーさんとの交流をシェアしたことです。高木ブーさんは日本のコメディアンでありウクレレの名手でもあります。翔くんがブーさんと一緒にウクレレを弾く様子は多くのファンに感動を与えました。さらにブーさんがボンの MV を主張し コメントを残したことも大きな話題となりました。翔くんのファンとの交流は、単なるアーティストとファンの関係を超えています。彼はファン一人一人のコメントに対して丁寧に返信し、その気遣いがファンにとって特別なものとなっています。あるファンは、翔くんがたくさん見たらオフショット上げてくれるって、と喜びの声を上げています。このような交流は、ファンに対する彼の感謝の気持ちを伝えるだけでなく、 ファンがより一層応援したくなるような動機づけにもなっています。ボンのミュージックビデオは公開されてからわずか19時間で600万回再生を達成しました。これは、将軍の人気とファンの熱心さを如実に示す数字です。ファンは夜も寝ずに MV を視聴し続け、その結果として驚異的な再生回数を記録しました。これについて、あるファンは、 おク夜も寝ずにみんなで600万回再生したのよ。と誇らしげにコメントしています。このようなファンの努力と情熱に応える形で、翔くんはオフショットを公開することを約束しました。この約束はファンにとって大きな喜びであり、さらに彼への支持を強める要因となっています。翔くんの魅力の一つは、その人間味です。彼はファンとの交流を大切にし、 時にはユーモアを交えながらコミュニケーションを図ります。あるファンは、運転中でも手がボンボンボンしてしまう、と笑いを交えたコメントを残しています。また、彼が子供とざれる姿や、ウクレレを弾く様子は、彼の親しみやすさと、温かさを感じさせます。将軍のこうした一面は、ファンにとって非常に魅力的であり、彼の人気の一員となっています。彼は単なるアイドルではなく、 一人の人間としてファンに接し、その結果として深い絆を築いています。翔くんのファンは彼への愛と情熱にあふれています。彼の活動やメッセージに対して常に熱心に反応し、その結果として彼の成功を後押ししています。ファンの一人は、あさってのポストをお待ちしてます、と期待を寄せています。このように翔くんとファンとの関係は非常に特別なものであり、 互いに支え合い、励まし合う存在となっています。これからも彼の活動を通じてさらに多くの感動と喜びが生まれることでしょう。ファンとの交流は、アーティストとファンの関係性を深めるだけでなく、アーティスト自身の成長にも大きな影響を与えます。平野翔くんの場合、ファンとの密なコミュニケーションが彼のキャリアにどのような影響を及ぼしているのでしょうか。翔くんのファンは、 彼に対する応援だけでなく、建設的なフィードバックも提供しています。例えば、彼のパフォーマンスについての感想や、SNS での発信内容に対する意見など、様々な形で彼をサポートしています。このようなフィードバックは、彼が自分のパフォーマンスを向上させるための貴重な情報源となります。将軍のファンコミュニティは、単なる応援団ではありません。彼らはお互いに支え合い、 情報を共有し、共通の興味を持つ仲間として絆を深めています。SNS を通じて、ファン同士が交流し合い、彼に関する最新情報を交換したり、一緒にイベントに参加したりする様子が見られます。このようなコミュニティは、ファンにとって居心地の良い場所となり、アーティストへの応援を続けるためのモチベーションとなります。また、翔くんにとっても、ファンの団結力とサポートは大きな励みとなり、 彼の活動をさらに充実させる要因となっています。ここで私自身の体験を少し紹介したいと思います。数年前、私も大好きなアーティストとの交流を通じて、彼のパフォーマンスに対する理解と感謝の気持ちを深める機会がありました。彼のコンサートに参加し、直接話をする機会を得たことで、彼の人間味や努力に触れることができました。この経験は、 私にとって非常に感動的で彼を応援する気持ちをさらに強くしました。翔くんのファンの方々も同様の体験を通じて彼との絆を深めているのではないかと思います。翔くんの活動やファンとの交流は個々のファンにとどまらず社会全体にもポジティブな影響を与えています。彼のメッセージや行動は多くの人々に勇気や希望を与え彼のファンコミュニティは 他の人々にもその影響を広げています。例えば、彼がチャリティー活動に参加したり、社会問題に対する意見を発信したりすることで、ファンも同様の活動に参加することが奨励されます。これにより、彼の影響力がさらに広がり、社会全体に良い影響を与えることができます。現代のエンターテイメント業界では、 SNS やオンラインプラットフォームを活用したファンとの交流がますます重要になっています。翔軍のように、ファンとの密なコミュニケーションを大切にするアーティストは、今後も多くの支持を得ることでしょう。さらに、テクノロジーの進化に伴い、アーティストとファンとの交流方法も多様化しています。ライブ配信や VR コンサートなど、新しい形での交流が増える中で、 翔くんのようなアーティストがどのようにこれらの技術を活用していくのかにも注目が集まります。平野翔くんの活動を通じて私たちはアーティストとファンとの深い絆の重要性を改めて認識しました。彼のファンに対する誠実な対応とファンとの温かい交流が彼の成功を支える大きな要因となっています。最後に再び皆さんに問いかけたいと思います。 あなたが平野翔くんのファンであるならば、彼との交流や彼の活動に対する思いを教えてください。また、他のアーティストとの絆を深めるために、どのような方法を実践しているのかもぜひ共有してください。このような対話を通じて、私たちはアーティストとファンとの関係をさらに深め、豊かなエンターテイメント体験を共有することができるでしょう。平野翔くんの魅力は、その才能だけでなく、 ファンとの温かい交流にあります。彼はファン一人一人を大切にし、その結果として深い絆を築いています。彼の最新のミュージックビデオ、ボンは、ファンの熱心な応援によって大成功を収めました。この成功は、彼とファンとの強い絆を象徴するものです。これからも、翔くんの活動を通じて、多くの人々に感動と喜びが届けられることでしょう。そして、 彼とファンとの絆はさらに深まり、素晴らしい未来が待っていることでしょう。最後に、皆さんに問いかけたいと思います。あなたは、どのようにして自分の好きなアーティストとの絆を深めていますかまた、アーティストとの交流があなたにとってどのような意味を持つのでしょうかぜひ、コメントで教えてください。